中海広報室テトラジ。皆さんこんばんは、レンです。ミオです。あやです。はい、ということで今日はこの3人でお届けしていきたいと思います、はい、高校生3人組です。そうなんです。そうだね。はい、ですが私たちはまだ高校生に見えないと言われますけど。え、私割れるよ。本当に？嘘早かったな今回。はい、あの前回はですね旅の思い出がテーマだったんですけど、うんうん、はい、今回はその続きで写真ということで、うん、やっぱ写真はね私たちともね関わりよくありますよね、うん、そうなんだな。まあ自撮りとか遠征先でね、うん、いろんな風景とかね、ミオで言えばよく食べ物の写真撮ったりとかね。まあその通りだわ。はい、まあ写真っていうのはねその場その場の一瞬を思い出として撮れるもんだから素敵なものだと思いますけど、うん、今日はねそれについていろいろ話していきたいなと思います。まああやちゃん一眼レフとか持ってるからね。まあね、まあね、ドヤ顔してる。それ持ってお散歩行くんだよね。そう、そしたらねカメラがすっごい熱くなってうわあどうしようと思ってすっごいね抱えながら歩いてたらすっごい変な目で見られた、うん、あいつカメラ抱えてるぜみたいな。大事なんだろうって思われるんだよね。しかも丸髪にカメラをうどん屋さん下げたまま入って、うん、うどんの写真を撮って帰った。食べたけどね、ちょっと5分くらいで終わらせるんだよね。そうそう、5分でもう入って帰る。ちゃんすごくない？並んで出るまでが5分しかないんだよ。どういうこと？だから並ぶじゃん、うん、うどんもらうじゃん、うん、食べるじゃん、うん、出るじゃん、時計見たら5分しか経ってない。私もそれくらいだよ、だから私も丸米最近行ってるんですよ。うっそー、会えるかも。ちょっといつか。え、うちでも15分かかるよ。いやだってレンちゃん遅いもん。そう、光取れば遅いじゃん。うん、どういの。私とあやはなんかいろいろ早い。ゆっくり味わって食べてるんだよ。こっちこそ、ね、はい、分かった分かってる。分かった分かった分かった。だからちょっと話もずれましたけど、はい、まあ、写真についてねいろいろ話していきたいと思いますので、ね、なんかいつもとは違うね感じをいろいろ話していきたいと思いますので、うん、ぜひ皆さん最後まで聞いてください。ということでテトラジスタート。テトラの日常茶飯事。はい、ということでメールをいただいているのでまず読みたいと思います。はい、テトラの皆さんこんばんは。こんばんは。6月13日の長崎と14日の広島でのライブお疲れ様でした。はい、長崎と広島でのライブの感想や思い出などあれば教えてください。テトラメンバー大好きだにーだんだん。ということでりょうさんからいただいています。ありがとうございます。そしてもう1枚いただいているので読んでいきたいと思います。テトラの皆さんこんばんは。わんこそばー。こんばんは。わんこそば。わんこそば。先日の長崎と広島でのライブお疲れ様でした。本当はどっちも仕事で行けないはずだったのですが急遽行けることになり参加しました。うん、長崎ではミルクセーキさん、サザンクロスさんと共演。行きたかったな。ちゃんぽん食べたかったな。長崎、広島での思い出あれば教えてください。律儀な運転手でした。ということでいただきました。ありがとうございます。私も行きたかったな。行きたかったな。だけどはい、ということで長崎広島で、長崎はちょっと初遠征でしたよね。そうだね、はい、初めてだった。はい、今回はミルクセーキさんの2周年記念に呼んでいただいたんですけれども、うん、はい、ミオとヒカリ自体は何回か、1回かな、共演したことあったんだよね。レオは初めてだったんだけど、はい、あやちゃんまだないよね。ないね。どうですか2回目の共演だったということで。そうだね、前は広島の時にお会いして、その時はなんか、はい、すごい話しかけてくれたし仲良くなれて、うん、いや絶対長崎行くねみたいな話になって、今回なんと呼んでいただいたっていうか出させていただくことになったみたいな感じなんですよ。なんかね会った瞬間ねキャーってってハグして、ちょっと今の大丈夫みんな大丈夫大丈夫なんかあのみんな周りで聞いてねそうだね。もう遅いか遅いね。遅いかな。もうね、もう光も美代も走ってっていうか、もうなんか走ってハグしてなんかわーみたいに出会った瞬間、うん、ハグして、うん、うち初めてじゃん、どうしようこの空気って思いながらも、うん、でもね、あの初めてだったのに関わらず、うん、あの話しかけてくださって、うん、ね、本当に優しい方々で、なんかね入った瞬間、楽屋が広い場所だったんだけど、うん、ホワイトボードみたいなのがあって、うん、で、ミルクセーキさんからメッセージがあって、今日来てくださってありがとうございますとか、うん、あとこの近くに美味しいミルクセーキのお店あるのでぜひ食べてくださいみたいな、すごいね、もう見た瞬間は優しい方だなと思って、うん、そうなんだよ。そう、もうイベント自体もね初めての場所で、やっぱみんな知らないじゃん。そう、皆さん初見さんばっかりで、やっぱりもうめっちゃ不安だったんだけど、うんうん、なんかすごい不安だったの。舞台袖っていうかステージがなんていつものライブハウスじゃなくて舞台みたいな感じですごい広かったんだが、そうだね、だからなんか劇とかやるような感じの大きさなので、公共のホールみたいな感じのイメージかな。でなんかマイクをねそのスタッフさんからもらうんだけど、うん、前の出演者さんをちょっとだけ見てて、そうそう、スタッフさんがめっちゃ踊り出して急に、どういうこと。だからなんか
その前の出演者さんの踊りを見ながら踊り出して、うん、え、じゃあ袖でってこと？そうそうそう、コスピメンバーもみんなテンション上がって一緒に踊り出したみたいなことをしてて、そう、最終的に音響さんと仲良くなっちゃった。そうそうそう、へえ。でそこでなんとか緊張もほぐれて、うんうん、で SE かかって、うん、よっしゃ行くぞみたいな感じで行ったら、もうなんかいきなりみんなコールとか飛んでくれたりとかして、うん、なんとかね無事終わりましたけど、初めての場所だったにしては、うん、なんかいつもと同じような気持ちでやれたというか ね、うん、なんとか気持ちも和らいでっていうので、ライブ終わってからちょっと時間があったから、うん、まあ毎回恒例のご飯を食べに行ったんですけれども、はい、最初どこ行ったっけ。いや、初めはどこ行ったかな、どこだったっけ。中華街だ。あ、そうだ、中華街だ。はい、ここで問題です。あやちゃんに問題です。はい、はい、中華街で光が食べたものは何でしょう。はい、あやちゃんが考えてる間に私たち喋りましょうか。ナスビ、ナスビ、いきなり来たら料理かそれは。物で来るか。違いますね。まあ私たちはね、豆腐、まあ、何でもどんどんなんかうちが喋ろうとしてるけど、あの中華街ですよ。ごめんね。え、豆腐って中華じゃん。物じゃん。それ料理じゃないじゃん。なんでさ、パーツで来るの？何？今、麻婆茄子でも作りたいけど。それ思った。あんかけ。あんかけ？あ、料理名、料理名。料理名、料理名。結構わかるって。光が食べそうなもん。皿。うどん。皿うどん。皿うどんってか、ちゃんぽん、皿の、ちゃんぽんは私たちが食べた。そうなんですよ。社長も皿うどん食べて、太麺食べてたよね。そう、美味しかった、お太麺。うちらはミオと半分こして、そうなの。まあ気づいたらなくなってるんですけど、うん、中華街だって、中華街だって、はい、え、なんか中華街でもヨーグルトとか食べてた。誰が。それはありえるけど、光ありえる。あ、でもね、でもね、あ、なんて言うんだろう、そのちゃんぽんとかそういう長崎でしか食べれないっていうものは食べてなかったね。そうだね。ミルクセーキ。なんで？なんで？中華街、中華街。確かにあってもおかしくない長崎だから。ヒントはお米。お米？お米。お米とパリパリ。揚げ、うん、揚げ物。はいはいはい。親子丼？なんで？なんで？なんで？ねえ、中華料理って知っとる？もう、もう、ねえ、もう答え言うよ。もうチャーハンと春巻きだよ。普通だったでしょ。中華だね。そう、中華をね、食べて。なんか最近光さん、春巻きにハマってるらしいよ。そう。でも、春巻き美味しいよね。うん。そう。でもね、あちょーとか言ってさ。やばかったやばかった。めっちゃ言っとった。あちょーとか言いながら。で、みんなで、思いっきりなんか、なんだろう俺。なんか、接待して。接待？はい。接待？はい。え、接待って言わん？何の話をしてるの？待って待って。なんかさ、なんか、あ、そうや、わかるでしょ？光を特別扱いしようって。そうそう、お水いかがですかとか、おしぼしいりますかみたいな。大丈夫ですか、お皿用意しましょうか、お箸いりますかとか、みんなでやるみたいな。え、もう、やめてくださいとか言ってた。まあ、中心になったやつの社長ですけど。まあ、そうですけど。はい、あー、でしょうね。でしょうね。っていうのをやってて、うん、あやちゃんもどうですか、されてみたいですか。あ、いいかな。でしょ、言うと思った。私は、あやと静かに食べてます、ね。うん。で、まあ、そんな感じで、その後に、なんか光がすごいごま団子が食べたいって言ってて、ギャイスギャイス言ってました。やばかったよ、夜まで言ってたからね。そう、夜までずっと言ってたよ。そう。で、まあ、その後に、どこ行った、うん、あ、なんか、路面電車乗った。あ、乗ったわ。わかる、路面電車。わかりまーす。広島にもあるんだけど、乗れんくって、うん、今回初めて路面電車乗ったんだけど、うん、あの、バス感覚だったんだよね。そう、でも、ね、電車で道路だもんね。道路なんだけど、うん、でもすっごい揺れるし、うん、なんか、バス、なんか乗車するときと降りるときはバスなんだけど、やっぱ、あ、これ電車だなって感じもする。へー、なんかレトロな、うん、バスみたいな感じ。バスと電車、ちょっと揺れるかな。どっちが好きかなって言ったら電車かな。私は電車かな。あ、でもバス、あ、なんで言うんだろう。あとなんだろう、街に路面電車が馴染みすぎて、うん、あの、車で行った、毎回行ってるじゃん、うん、あの、ぶつかりそうになりましたからね、路面電車とね。へぇー、危ねえと思って。まあでもね、そんなことあんだ。それで、どこ行ったんだっけ、グラバー園あっとる名前。そう、グラバー園。グラバーさんのお家だよ。え、どういうことどういうこと、ちょっと待って、はい、よくわからんくなってきた。なんかね、路面電車どこでも120円なんだって。あ、そう。安いよね。見た見た。安い。え、どれだけ乗ってもってこと、うん、そうそう、すごいですよ。1回の乗車で、うん、へぇ、すごいな。なんかみんな定期とか持ってビーってしてた。そう、かっこよかった。あ、なるほどね。やっぱ車よりも使う頻度は高いかもね、通学とかにも。でもちょっとちっちゃいよね。そうだね。やっぱ場所取っちゃうから、ね。まあバスみたいな、バスよりちょっと狭いかなぐらい。うん、あ、そうなんだ。でも、ね、学生さんとか通学に使ってたね。ね。まああのさ、中華街行った時は、とりあえず光のテンションが高かったわけね。うん、あ、なるほどね。チャーハン食べたけど。じゃん、そう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 。ミオのテンションおかしかった。おかしくはないけど。何があった、何があったの。説明してあげてくださいよ。お土産屋さんがとにかくいっぱいだし、あの、オルゴール屋さんとか、そのガラス細工、うん、さっき見てたじゃん、ツイッターにも載ってるんですけど、あんなガラス細工とか、あのポッペンって言うんですか、ビードロか、ポンポン、はい、ポンポンって音がするやつとか、うん、まあ雨だったけど綺麗だったし、うんうん、あの坂がいっぱい多いので、ね、長崎はやっぱり、だから坂を登った後見上げる、見、なんだろう、見ると
海とか見えたり、めっちゃ綺麗さ、なんかね、魔女の宅急便みたいな感じかな。あ、わかるだよね、そんな感じ。魔女の宅急便がわかんないけど。え、そう見たことない。わかんない。ほんと？なんかね、あの、飛行機の。飛行機じゃないわ。飛行機まあ、いっか。へぇ、そうなんだ。飛行機に乗ってパンと届けるお話。あ、そんな感じ。まあ、そんな感じ。ざっくり言ったら。まあ、そんな感じで。そうそう。あの、みんなでカステラを、光がめっちゃ光ってたね。買ってたね。やばいよ、光がめっちゃ。なんか、いつだかのうちみたいな感じ。レンも、わかんない。なんか、すごい、なんていうんだろう、北海道とか行った時に、めったに行けないからっていうので、5、6種類のおやつを買って帰ったのがみんなに。あ、お土産として。そうそうそう。やっぱ中学校ぐらいって、やっぱみんなにお土産あげるから、でも光もそうなんだろうね。いっぱいみんなに買ってあげてて、懐かしいなと思いながら。若いなと思って見てたってこと？そういうこと？1個下だよ。でもなんか、1個下。でも高校生になってからそうやってみんなにみんなにって友達に行って買うことがなくなったから。そうだね。みおさんのあの、君らが中学校の時の高校生のみおさんの身長がやっと分かった感じ。そういう感じ。まあ2年大人なんですけどね。そう、まあね。はい。はい。ね、感じでやってて。で、そのまあ、それ、グラバー園に行った後は、とりあえず一回帰ったんですよ。物販をさせていただいて、まあ新しい方にもね、あの、たくさんお会いできたし、そうそう。あの、ツイッターもフォローしてもらったりね、新しいつながりができたかなと思います。帰り、夜か？夜はちゃんと、あの、名物のトルコライスを食べて、麺の希望で、ちょっとトルコライス食べさせてもらって。あと、ちゃんとミルクセーキも食べたし、美味しかったし、最後温泉行くときは、あの、100万ドルの夜景と言われている長崎の綺麗な夜景を見ながら露天風呂入ったり、ドライブしたりっていうこともあって、あやさんはツイッターと写真を送りますね。ツイッターで送らないと。え、待って、旅行行ったの？いや、あの、確かに行きます。ライブに行きます。あ、だよね、だよね。ちょっと不安になっちゃったかな。トルコライス本当美味しい。なんかね、作ってあげようか。お、作ったうち。作って？昨日作った。へぇ。それなんかね、聞いて、ね、聞いてほしいことがあるんだが、トルコライスってさ、大人のお子様ランチみたいな感じ。わかる。そんな感じのね。なんかさ、すごいさ、お子様ランチが食べたいっていう夢があったけど、お子様ランチって、その、ちっちゃい子しか食べれないじゃん。ちっちゃいじゃん。そういう意味じゃなくてね、小学生かとかいろいろあるじゃん。でも、長崎に行けばその夢は叶うと思った。ま、家で作れよ。作ったって。ねえ、でも本当美味しいから食べてほしい。そうなの。はい。長崎に行けっていうことよ。あや、二人で行きますか？はい。なんで二人の前提なの？ちょっと待った。いや、だって。のん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 。あやがさ、寂しそうにしてるから。いや、のんのんのん、そこ誘おうよ。泣いてる。泣いてる。まあ、そんな感じで。はい。行きましょうよ、みんなで。そうだね。そうだね。今度はみんなで行こう。はい。あやさん、都合ちゃんと合わせてね。はい。行きたいと思います。そして、まあ、次の日は広島に行ったんですけれども、ロクドロシロップに出させていただいて、あやちゃんも前出たことあるね。これはイベントなんですけど。スタジオメイプルさんにお世話になりました。はい。2回出させていただいて、広島は観光という観光はしてないですよね。そうだね。朝起きたらあの宮島のフェリー乗り場前にいた感じかな。ちょっとした感じかな。ちょっとした感じだね。はい。もみじまんじゅうがっつり買ってた。買いました。めちゃくちゃ買いました。やばかった。なんか、だから、長崎でミオも光もお土産買ってるわけ。で、レン、そんな買わんかったんじゃん。まあ、カステラと少々のものばっか。で、みんなして、なんでそんな興奮して買ってるのとか言っとったけど、宮島入った瞬間、やばい、もみじまんじゅう食べたいってなって。揚げまんじゅうがっつり買ってたよ。2個しか買ってない。もみじまんじゅう10個ぐらい買ってた。だからでしょ。私はガラス細工、長崎のガラス細工に飛びついたけど、この子はもみじまんじゅうに飛びついた。でも、あやちゃんにあげたじゃん。美味しかったでしょ？美味しかった。あや、コンペイトー食べてね、この後。オッケー、ありがとう。長崎のコンペイトーうまいよ。そう、くれたのみめちゃんが。めっちゃ話戻るけどさ。コンペイトーって長崎のものなの？うんって言ってたし、なんかそうやって聞いたことあるから。それ初めて知って。え、ですよね。コンペイトーって外国のお菓子？そう、オランダのお菓子で、コンペイトーっていう本当にそういう名前でオランダから入ってきた。なるほど。そう。出島だからね。そう、それ言おうとした、今。鎖国の時出島してたんで、カステラとかいろんなものが入ってきた時に、コンペイト入ってきた。カステラも本当美味しかったし、コンペイトも美味しかった。なんか、長崎とりあえず美味しいもの多いよね。鹿児島もうまかったけど、まあ。鹿児島鹿児島すごく楽しかったよ、あやちゃん。広島から話もずれてしまい、すいませんでした。とりあえず思ったのが、その長崎初めて行ったけど美味しいものが多いのと兵庫とちょっと似てるなっていうのがあります。それだからミオは今度兵庫行くじゃん。まあ、これ放送してる時も行った後なんですけど、その時にぜひ兵庫のね景色とかも見てもらいたいなと思うし、あやちゃんには兵庫だけじゃなくって兵庫を見た後にぜひ長崎にもね行ってもらいたいし、一緒に鹿児島もね行きたいなと思います。まだまだなんで結構の話に対してまだまだ本当行ったことない県多いから、次4人でいっぱい行っていっぱい美味しいもの食べていっぱいみんなに会いたいなと思います。なんで
あやちゃんも行きたい県あったらどんどん行ってくださいよ。はい。だってあやちゃんそんなまだ行ってないでしょ。そうだね。うん、行ってないまだ。だからいっぱい行きたい。はい。なんで、みんなで行きましょうよ。ねえ、みおさん。そうだね。今日ミキサーだからあんま喋ってないけど。そうなんだよ。ちょっとみおさんのあの、電子機器とすこぶる、調子が。みおさん合わなくて。合わない、ね。電気機器と相性あるよね。最近またね、携帯壊れたもんね。そうなの。そうそう。何回目 ?LINE 何回消えた、そうだね。4回ぐらい消えたのかな。そう。箱だよね。2ヶ月に。過去にパソコン壊したことあってもトラウマトラウマなんだけど。横に今あるんだけどね。パソコン壊すってどういう、はい、みおさんちょっと今日口数少ないんですけど、まあ再来週あたりにまた出演するのでぜひ聞いてください、はい、大丈夫だか大丈夫だと思うよ。大丈夫結構長く喋ったらそろそろ締めましょうか。はい、ということで、まあこれを聞いてる方にとってはもうね、兵庫とか行ってるんですけど、まだ私たち行ってないので、うん、次は兵庫と大阪のイベントを頑張っていきます、うん、以上テトラの日常茶飯事でした。テトラのおニューな感じ、はい、ということでテトラのおニューな感じ入りました。今回のテーマは写真です。写真ですよ、ミオさん。はいよ。ミオさんがいろいろまあ、うん、テーマを出してくれて、そうなんだ。それが一つずつみんなが作ったんですけど、誰から行こっか。そうだな。ちょっととりあえずあやちゃんから行こうよ。そうだね。あやさんの所有物。所有物。所有物。じゃあ、まず漢字から言って、はい、それで当ててもらおうかな。所有物って言った時点で結構。まあ、いいよ、行こう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 。ね。はい。国構えに、はい。の、国構えの中に、撮るっていう写真、書くだけ。はい、これは一体何なんでしょうね。国構えの中に撮る。撮る。みんな書いてみた？なんか斬新なポスターみたい。そうだね。で、私の所有物は、やっぱり、はい、あの、一眼レフ。なんですけども、はい。なんでここにこう至りました？あの、四角っていうイメージあるじゃん。こうやってやるじゃん。見えないか。あの、L、手で L を作ってもらって、それを。四角を作ってもらうと。で、よく、これでカメラとか言って、カシャカシャとかやるじゃん。やりますね。ピント合わせる真似したり。国構えにして、はい、撮るっていう字入れただけ。なるほどね。はい、いいよ、次行って。はい。どっち行く、はい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 、どっち行く、あ、じゃあわしから。はい、わしさん。わしさん。わしさん。みおさんはね、あの、やっぱフィルム、はい。あの、うん、昔ながらのフィルム大事だなって思ったんで、はい。フィルムっていう漢字を考えたんですけど、うん、まあ、写真の写、写るっていう字を、うん、なんだっけ、部首か。部首にして、左側のね。うん、あの、水筒の筒、筒っていう字を、その横に書きました。うんうん、以上でフィルムです。これも斬新じゃない？うん、竹冠だよ。草冠って言ったでしょ。竹冠だよ。わかんなーい。え、草冠わかる？わかるよ。竹冠わかる？わかるよ。ごめんね。間違えた。いや、全然攻めてはないの。逆に、吸い逃してほしかった。ごめんごめん。あえて拾っちゃったね、うちら。筒に謝って。ごめんなさい、筒。ね、筒に謝る人なんかそうそういないから。これでフィルム。うん。ね、でもうちのフィルムってイメージさ、うん。紙、なんていうんだろう、紙っていう、なんか、茶色くて、うん。太陽に、あー、わかる？そうだね。透かしたらっていうだろ。ちょうど、透けて見えるじゃないけど、そう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 、なんかね、わかるよ。わかる？イメージあるよね。こんな丸い、こんなしか言ってない私。なんかほら、長細くて、茶色くて、上と下に丸い点々みたいなのがたくさんある。そうそうそう。で、真ん中に四角があって、で、その中に写真が写ってるみたいな。うん、これもフィルムで合ってんだよね。そう。ん？待ってよ。合ってんだよね。これもフィルム違うよね。え、どれが？待ってよ、待って、聞いてなかった感じが。で、なんか、ごめんさ、筒状のフィルムもあるんでしょ？筒状のフィルムあるよ。あれはどういうのなの？あれはあれじゃない、あの、黒でなんか映ってるみたいな、そういう感じ？インスタントカメラ？そうだね、あの、普通にコンビニとかで昔売ってた、あの、カシャってして、後からこうやって筒を現像しに持っていくタイプの、あ、やつじゃないかな。あの、修学旅行とかで今デジタルが増えてるけど、これはアナログパターン。そうだな。昔私も結構持ってた。でも修学旅行で持ってったやつ、これだった。透かすやつ。これだったってでもわかんないけど。透かすやつ。そう、だから、カメラによってもフィルム違うじゃん。そうだね。昔なんて現像は暗いとこでしないとできなかったっていうし。うん、そう考えたら今便利ですよね、ほんと。ほんとな、うん。だって今、スマホの写真、うん、スマホで撮った写真だって、うん、なんかフレーム、デジタルフレームとかに飛ぶんだもんね。そう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 。そうだって私の一眼カメラも、一眼カメラ、一眼レフも、うん、カメラから、iPhone にピュンって飛んでくる、うん。そうだよね。あの、共有すると飛んでくるし。おー、すごい、ね。すごいよ。データとしてもう捉えられるっていうのが写真のすごいところになってきたかな。うんうんうん、まあ、その写真のつながりで、レンのテーマがアルバムだったんですけど、うん、なんかいつもね、うちね、かしこまった字にしちゃうから、うん、そうだね。今回ちょっとみんな硬いみたいな難しいとか言われて、うん、だから、もうめっちゃ、なんて言うんだろう。どうだっていうので、うん、アルバムの後、お？
お？なになになに？お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 ？いくよ。うん。うん？アルバムといえば、やっぱめくるじゃないですか。いっぱい欲しいから。お？お？お？アルバムめくるって言ったら本じゃないですか。お？お？ってことは、あの下に本書いて、パーフェクトじゃない？なんなん喋ろうで、ね、ラジオでさ、無言ダメなんだよ。うん。なにその反応に困ってんの、うん、なんか。だってさ、この前のあやちゃんのロケットよりはまだマシじゃない？あれよかったよね。私も、なんかあのね、魚の劣化を話して、あと舞台の台を、しかもちょっと聞いて、みたいな、あのさ、アルバムで、その後本を作った時に、あやちゃんが言った言葉が、アホだよ。え、これ私言ったっけ？要するに、だって、ごめんごめん。レンちゃんっぽい。アホだけど。なんか、一つの本でアホみたいな。そう。なっちゃってるけど、これ大丈夫かな。え、でもなんかさ、写真ってアホみたいなことしてる方が面白くない？後から見た時に。この頃何してたんだみたいな。そう。そんな楽しい思い出がわかる本っていう意味の込めて、あで本でアホみたいな感じ？どうですか？オッケーオッケー。オッケーオッケー。ブブブ。なんだなんだ、みんなオッケーって言ってくれたのにさ、ねえ、横からね。まあまあ、そう言うなって。まあでもね、こんな感じでいろいろ感じ作ってますけど、多分、ね、次回のテーマが思い出の曲なので、うん、そうだね、曲にまつわる感じをまた作っていきたいと思います。うん、そうだね、私家に帰って部屋の掃除してアルバム掘り出そう。ミオめっちゃ CD とか持ってるもんね。そうだね、あの昔のものが大量に取ってあったりしますよ。うんうん、あの皆さん次回の本当感じのテーマ、曲の思い出なので、うん、皆さんが考えた感じとかもね、うんうん、ぜひ、あの多分メールでは送りにくいと思うんで、LINE の方で写真撮ってもらって。そう、はい、ぜひ送ってもらいたいなと思います。まあ、うん、来週も頑張りますよ。頑張りますよ、はい、来週はもっとウォーって言わせたいと思いますもんね。あやちゃん頑張ってください。頑張ってくださいということで、テトラのおニューな感じでした。テトラジー、コスピットのピ、自撮りを見られていた時のピ、ふいっ。世界一の大泥棒、怪盗テトラの挑戦状。はい、ということで、まずはですね、前回の答え合わせからしていきたいと思います。はい、テーマ、明日への願い。じゃあ問題いきますよ。はい。その層は電話を2つ持っていた、うん、それがその層の名前だという。多くの子供たちの明日への願いを受けて、タロットカードの12枚目が暗示するように、夜のうちその層は犠牲になった。この層の名前は何？ということで答えなんですけど、てるてる坊主で、皆さんてるてる坊主知ってますよね。もちろん知ってるね、みんな。じゃあなんでてるてる坊主なのかっていう解説を簡単にしていきます、うん、はい、まず明日への願い、明日天気にしておくれ、まあ、絶対聞いたことあるフレーズですよね、うん、で、層っていうのが坊主で、電話を2つ、あやちゃん電話を英語でてる、てるを2回、てるてる、はい、てるてる坊主のてるてるということ で、多くの子供たち夜のうちっていうのは、明日は遠足かなっていうのがちょっと想像できるんですけど、そうだね、確かに、まあ、犠牲っていうのは吊るされるという意味、やっぱてるてる坊主吊るすじゃないですか、まあ、そうだね、はい、それがかけてあって、タロット12枚目っていうのは吊るされた男、ハングドマン、ハングドマン、ハングドマン、発音ちょっとわかんないけど、まあタロットカードね、 あるんだね、あるっていうことなんですけど、これが今回の、あ、前回のクイズだったということで、うん、はい、じゃあ次は今回のクイズを紹介していきたいと思います。干される嫌われ者、生まれてすぐは友達がたくさんいた僕、役者を目指せば笑われて、舞台から降ろされて、僕に似ていると言われれば女の子が泣く、家の中では頭は青く、20日経てば赤くなり、何ヶ月か経てば黄色くなる、10月10日は僕の家は立ち入り禁止、僕は誰？はい、これを簡単にちょっと一言、一つヒントください、うん、どうだろうね、それ小じいさんがあるかな、なるほど、っていう感じかな。はい、これがヒントなんですけどね、これまたショールームでやるので皆さん見てください。真実あいつも一つ、怪盗テトラの謎を解け。テトラジエンディングです。まずは出演情報をお伝えします。はい、6月23日はテトラ部2回目があります。花一門名を披露するので、皆さんぜひ今からでも間に合うので遊びに来てください、うん、はい、待ってるよ。そして7月19日は会計トライアスロンがあります。ボランティア募集中です。
詳しいことはね、ぜひあの LINE ができてますので、うんうん、ID が COSPRO コスプロになっているので、うん、ぜひ検索してメッセージ送ってください。お願いします。そしてこのテトラジもね、あのメール募集してます。メールアドレスは cs@loopsinfo.com です。皆さんぜひ送ってください。はい、お願いします。その他にもね、はい、Twitter だったりとかブログだったりとか、うん、ホームページ、そしてショールームも来ているので、皆さん全部チェックしてください。はい、お願いします。まあ今回はね、写真をテーマに送っていったんですけれども、うん、なんかね、漢字のところでいろいろありましたけどね。いろいろあるね。はい、あのこのコーナーいろいろある気がする。そう、いろいろありますよね。でもいろいろあるね。次回のテーマは、うん、まあその思い出思い出つながり系な感じで来てるので、写真とかも思い出なので、うんうん、思い出の曲ということでね。はい、はい、じゃ あ, 明日あの来週いないミオさんにとっての思い出の曲を今聞いとこうかな。なんだろうな、思い出の曲。でも今パッと思いついたのが、ひとつよさんのもらい泣きって曲かな。あ、ミオ好きだよね、はい、前もね、あの別の番組でもかけさせていただいたんですけど、うんうん、本当にこの世界観大好きです。皆さんもぜひ聞いてください。うそう、あのぜひ思い出の曲、うん、皆さんの思い出の曲をこのラジオにメールで送っていただけたら嬉しいなと思います。はい、そうだね、知りたい。残りのメンバーの思い出の曲は、皆さん来週のラジオを聞いていただければ絶対わかると思うので、ぜひ聞いてください。はい、お願いします。はい、じゃあまあ来週ミオいないですけど、まあミオいない3人は誰がね暴走を止めるのかっていうのはありますけど、それでも暴走します。何それ、あやちゃん、まやちゃんで暴走するじゃん、光もするじゃん、まあうね、まあ私はまだ抑えてる方だけど、うん、ねえ、この子があの話の出場権取ると絶対こうなるからさ、あや喋ってたけども、うん、じゃあ、あやちゃん、なんか言いたいことある？来週頑張ります。なんか小学生いた今ね、思ったよね、ミオ。じゃあミオ、あの私たちに向けてメッセージをお願いします、はい、来週の頑張っちゅん。はい、ありがとうございます。ではまた来週も面白い番組作っていきたいと思います。そうだね、わちゃわちゃしよう。はい、聞いてください。じゃあそろそろ締め入りますか。そうだね、そろそろ皆さん寝る時間なので ね, ねえ。そうだね、なんかこのメンバー結構面白いしね、テンション高いんだけど、高校生やばい。はい、まあそろそろ締めろっていうの来てるので、はい、はい、締めたいと思います。以上、仲介広報室からお届けしました。バイバーイ、おやすみ、おやすみ。